ミルタイツ。せめて名前だけは忘れないようにね。これ、一体どうしたの？何か深刻な悩みでもあるの？それこそ、勉強が手につかなくなるほどの。いえ、決してそういうわけじゃ。悩みがあるのなら、先生に相談してちょうだい。そんなこと。まあ、その年頃だと、教師なんて信用できないっていうのもわかるわ。でも信じて、私はあなたの悩みに、ちゃんと向き合うって約束するわ。先生、確かに悩んでますけど、それは先生に相談することじゃなくて、どちらかというと先生に言わなくちゃならない。それって勉強が手につかないのはそもそも私のせいってことかしら。先生だとしたら解決してあげなくちゃね。私があなたの悩みを直接ね。夢かって当たり前だよな。さて帰ろ。すごいのね。